った車のドライブレコーダー。あ、次の瞬間、目の前に現れたのは逆走車です。距離があったためぶつかることはありませんでしたが、その場でお互い見合う形に。だいたい 4,50 代ぐらいの女性の方だったと思います。目を見開いて驚いてやっちゃって、キョロキョロしてるような感じでした。逆走した車はバックで道を戻り始めますが、気が動転していたのか車体を壁にぶつけます。よく見てみると、サイドミラーが破損し地面に落ちるのが分かります。その後も壁に車体をぶつけながらバックを続けた逆走車。車線を分ける赤いガイドポストの切れ目まで下がることおよそ1分。本来の車線に戻ると走り去っていきました。もし少しでもスピード出ていたら、もう完全にぶつかっていただろうなと思います。安全性を守ること と周りの状況をちゃんと見ながら運転することはすごく大事かなと思います。